三姫は、歌舞伎で時代物の,の姫役のうち代表的かつ、至難とされる三役の総称。歌舞伎の姫の役を赤字の衣装をつけることから赤姫と呼び、その赤姫の中でも三つの代表的な大役を三姫と呼ぶ。豊原千奈信、竹の一節疑音祭礼進行期抱きの竜の三つの役を言う。いずれも難題に直面した際に大胆な行動を起こす姫であり、 八重垣姫と雪姫の2役については、霊力の描写があるなど、高い演技力や、技術力が求められる難役。八重垣姫は、本庁24校に登場する人物。越州町美化に生まれ、室町幕府の朝廷により敵対する会、武田家の武田勝頼の言い名付けとされる。 暗殺事件の濡れ衣を着せられ自害させられたと思われていた勝頼が実は生きていたことを知り思いを遂げるが直後に勝頼に危機が迫り狐の法力を得て古城を舞い上がり勝頼に危機を知らせる。勝頼をめぐる恋のライバルである武田家の腰元濡れ衣との心理戦狐の法力など心身ともに高度な技巧を要する。 時姫は鎌倉三大域に登場する人物。作品は大阪の神での出来事を鎌倉時代に固くしたと考えられており、時姫は徳川秀忠の娘で豊臣秀頼に課した千姫の逸話をモデルにしているとされる。作中の時姫は北条時政の娘として描かれ、愛する三浦幸助に父であり、鎌倉幕府の特捜である時制を殺せば、 妻にするとそそのかされて激しく春巡する。姫の可憐さや気品と気の強さを合わせ持ち、恋人と親との間で複雑に揺れる思いを抱える。雪姫は、祇園祭礼進行期に登場する人物。天下を目論む、松永大善により、足利将軍の母系樹院と共に遊兵された、絵師、雪村の娘、雪姫と、婿、直信。大善は、 将軍家の箇所、将軍である、雪村に、金の竜を描かせようとしていたが、雪村は従わず死んでしまったため、代わりに、この二人に描かせようとするが、やはり従わない。さらに大前は雪姫に我が物にしようとするが、大前こそが父、雪村の敵であると見抜いた雪姫は切りかかる。あえなく捕らえられ、桜の木に、縄で縛り付けられた雪姫が、 つま先で桜の花びらを集めネズミを形作る。するとそのネズミに、命が宿り姫を縛る縄を噛みちぎり、雪姫は夫、直信の救出に向かう。国崩しと呼ばれる天下の大悪党を相手に立ち向かう。中、対面している相手が、父の敵であること、夫を亡き者にしようとしていることなどを知らされ、激しく感情が動く様や、縄に縛られ体の自由が効かない中での、 描いたネズミに、命が宿るという神秘描写を含む演技などに高い、表現力が求められる。歌舞伎をご案内歌舞伎の役柄女方から歌舞伎、オンザウェブ本庁24校10種向、奥庭狐火歌舞伎演目案内歌舞伎、プレイガイド鎌倉三代記歌舞伎演目案内、歌舞伎プレイガイド画家、清原幸信がモデルとされる気音祭礼進行期、 金閣寺歌舞伎演目案内歌舞伎プレイガイド。ありがとうございます。